厚ツさんが騒動から3年くらい経つと思うのですが、そろそろ吉本に戻ってほしいという気持ちがあります。とおっしゃられ、本日、りさんは僕だけ濃々と戻れないと、えー、吉本復帰を否定というニュースを見ました。この件に関して、アさんからお言葉をいただきたいですと。えー、そんなニュースでしたりさんが うーんこのあたりは結構センシティブではあるんですが、えー、そうね <laughs> まあ話しちゃうか。こう、僕とりょうさんは、えー、基本、ちゃんとつながって、えー、意思の疎通はできてるんですよ。だけど、 りょうさん、りょうさんでね、自分の思いがあるだろうから、そのメディアに乗っけてこういう思いを吐露するっていうのはあるし、メディアはメディアでなんか面白がってね、ここに出てる記事が全て正しいとは思えないですけども、僕だけのノートと吉本に戻ることはできないって言ってますが、戻れなかったのは宮迫さんと入江だけかな で、宮迫さんはご自身で判断して戻らないというジャッジをした人です。で、まあ、入江に関して言うと、入江が発端であの闇営業問題っていうのがスタートしているので、それ以外にも入江がいろんな人脈を広げたことに対して吉本は、えー、一発で吉本を解雇っていうジャッジをしているので、まあ、僕は直接りさんのことでとは思わないんですけど、だから、 りょうさんのこの言い分は僕は通らないと思っています。うん。で、本当に戻りたいんだったら吉本には戻れますしね。で、これを戻らないっていうのはやっぱり戻りたくない何か他の思いがあるんだろうなと思います。自分だけ戻れないというその発言の趣旨はなんか違うような気がしますね。で、僕が吉本工業っていう大きな会社にですよ。 あの、闇営業問題があって、りょうさんはまたこの先も芸能活動を続けていきたいということだったので、僕は芸能活動をさせてあげたい。だけど、吉本興業というあの事務所に大変な迷惑をかけた。その、吉本は吉本で二人のことを追い込んだ部分があるのかもしんないけど、でも、りはりで吉本興業に迷惑をかけた部分があるので、えー この先芸能活動をしたいというりさんに代わって僕が吉本の人とお話をしていつの日か吉本興業に戻すためにも今僕に株式会社ロンドンブーツという会社を建てさせてくださいと。で、この吉本 工業さんの思いと、りの思いを、まずは預かる場所が必要だっていうことで、僕は株式会社ロンドンブーツを建てました。なので、りょうさんが、えー、もう戻る気が全くないっていうんであれば、僕は、吉本に約束したことが、ちゃんと守ることができないので、それは僕は吉本に詫びを入れなきゃいけないですし、そういう思いが本当にりょうさんにあるんだったら、 この会社は畳まなきゃいけないなって思います。りょうさんが戻る気があるという前提がないと、株式会社ロンドンブーツの存在意義がないので、僕はりょうさんが今日のイベントで、今日出した言葉が本音なんだとしたら、僕はこの会社ちょっとやれないかなって思いますね。代表取締役としては。コンビを続けるか否かっていうのはまた別の問題ですけど、うん。 ちょっと難しい問題です、ね、まあだから最近話したことと今日のうさんのこの記者会見での発言がまあこれはネットを通してのやつなんでまたねじ曲げられてる可能性があるのでちょっと話した方がいいかなと思いますね。